はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、僕はね、すごいミスを犯してしまいました、まあ、かなりの頻度でこのミスをしてしまってるんですけども、まあ、っていうのもですね、まあ、以前大好きだったカレーが食べれなくなったお話をしたんですけども、カレーね、まあ、今は免疫抑制剤のおかげでですね、まあ、口の中のただれがほとんどなくて味覚障害も戻ってきているっていうのもあって、まあ、そんなカレーがね、食べれるようになってたんです。まあそこで先日奥さんにですね、ちょっとカレー作っといてって言われたので、まあ、作りました。まあ、口の中のただれでね、また打ち回る前には何回も作ってたので、やり方は分かってました、まあ、しかし先日はですね、カレーを作っといてと言われたことを夕方になるまですっかり忘れてしまってまして、大慌てで作ったところですね、30分もかからずにね、完成してしまいました。まあ、手順としましては、まずお鍋に油を敷いて弱火で温めます。その間に鶏肉を切ってチンします。でチンしている間に人参、じゃがいも、玉ねぎを切ります。で鶏肉のチンが終わったら取り出してお鍋に入れて炒めます。その間はね、ずっとね、弱火でお鍋温めてるんですけどね、油をね。でそしてすぐに人参、じゃがいも、玉ねぎを順番にチンしてお鍋に入れていきます。でその間にティファールでお湯を沸かしています。そしてお鍋の具材の傘ね、量ね、がこう減ってきて水分が出てきたら、ティファールのお湯をジャーって入れて強火で沸騰させながらよく混ぜます。で沸騰したら火を止めてルーを入れて完成です。もうこれで30分でできました。いや、しかしね、最初にお伝えしたんですけども、僕はすごいミスを犯してたんですよ。お米炊いてなかったんですよ。カレーを作ることに必死すぎて、お米の存在を忘れてしまったんですね。うん、毎回あるな。米待ちですわ、いつも。なのでですね、カレーの作業に取り掛かる前に、お米を炊くことを忘れないようにしましょう。まあ、といった感じで、カレーを30分で作れたよっていう話でした。まあね、そんなことも感じれるようになったのも行かせてもらってるからやと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげでですね、患者さんも助けてもらえてます。そしてこれからも困ってる患者さんらを助けてあげてください。では何をすればいいのか。それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。